で、これ後ろに。ホアキン・ニーマン。あとさっき、ジョン・ラームとすれ違いました。ジョン・ラームとすれ違いました。あれ、結構かやん。キャメロン・スミスさんと写真撮っていただきました。あれ、しかも、ここです。お疲れ様です。かっこいい、やばっ、かっこ来てしまいました。ちょっと待って、ちょっと足ガクガクしてるんやけど、足ガクガクしてます。テンション上がりすぎて、あんまりそういうの出しすぎるとみんな嫌がるから。まあまあ普通に、まあ痛いけど。ああ、はい、ということでジーニーゴルフさんです。まあもう潜入はしてるけど、潜入しちゃいました。僕らもしてちゃいました。1個だけ自慢して、書いてますか。これやばくない。あれやばいっす。で、これ後ろにホアキン・ニーマン。あのさっきジョン・ラームとすれ違いました。ジョン・ラームとすれ違いましたね。一緒に髪を覗きました。後ろ向きに帽子かぶってましたね。なんかうおーって言ってってみたらジョン・ラーム、めっちゃでかかったけど、キャメロン・スミスも通ってたし。あれいたよね、さっきも。あれ、ケップかやん。本物やん。マジケップかじゃん。マジケップかやん。ママブルックス？えぐ。あの、ちょっと待って。喋れないよね、これ。マジで。喋られへんわ。出てけへん。出てけへん。ちんくん疲れたから帰るわ言って帰っちゃいましたし、めっちゃ嬉しい。僕らのためにちょろっと来てくれたんですよ、はい、右見てもスーパースター、左見てもスーパースター。いや、ほんまや、このことです。目の前にスーパースター。ジョン・ラムフーとか言ってそうで言ってました。今日は水曜日なんで連覧日なんですけど、結構がっつり練習してますね。フェスに到着しました。
ここが香港ゴルフクラブでございます。ようやく喋れ出しました。あ、ごめん。ちょっと。編集マンならめっちゃわかると思うんですけど、はい、僕カメラ回って喋れないってありました今まで。いや、ありえないですね。ありえないですよ、ね。ありえないことが起きてる。回してって言って喋るぐらいじゃないですか。はい、なんなら自分で勝手に回して喋ってるぐらいですか。スーパースターすぎて、ほんまに喋られへん、マジで。だって、ジョン・ラームとか隣、ねえ、ここおったよね。いや、そうそうそう。ほぉとか言って、うん、ねえ、目の前、ちょっとジョン・ラームの真似してなく。これなったっすよね。はい。みたいなのが本当に起きたんですよ。そうそうそう。で、あの、ホアキン・リーマン選手とか、はい、キャメロン・スミス選手とか、はい、もう、えぐいね。えぐい。いや、もう本当に今までいろんなツアー帯同させてもらってきたんですけど、はい、このツアーはもう本当に僕、あの、素で涙出そうです。なんか何の涙か分かんないんですけど、改めてちょっとね、ボスが戦ってるステージを肌で見て、いや本当、ここで戦ってんやってなりますね。本当かっこよすぎる。生で見た僕もなんかもう到着から鳥肌止まってないですもん。ちょっとね、今日はあのまだ練習日なんで、はい、選手たちはポロポロと来たり来なかったりで練習してるので、はい、また明日がプロアマ、明日プロアマです、ね、明日もちょっと来れるかちょっと微妙だよね、はい、全員が来れないから微妙やなと思って、まあ、明後日からですね、はい、ちゃんと、リーブゴルフが開催すると、はい、イン香港が始まるということで、ちなみに17番ホールのお届けしましょう。ここ左が池かな、一番すかね。ここでフライトスコープ、はい、弾道出せる距離の計測ですね。ちょっと音楽がね、鳴り響いてて、この辺音声使えるか分かんないですけど、いや、ほんとね、さっきもちょっと言ったんですけど、あの、撮ってると思うんですけど、はい、あのギャラリープラザみたいなとこが、うん、もうステージになってるんですよ、うん、で、ガンガン音楽鳴ってるし、リハでこの試合っていうのの感覚が多分国内と全然違うと思います。まあそうですね。これはぜひ日本でも、あの、ジン君がよく言ってたじゃん、はい、日本で開催してほしいって、うんうん、いう意味が改めて分かりましたね、はいはい。ちょっとこの、ね、9日までかけられた時間の中で慣れないとダメですね、まずね。まずちょっとここのもうここにいるのが普通なんだっていうマインドまで持っていけないと、うんうんうん、なかなか難しいですね。じゃあのジョン・ラーム見て、あのでかいとかしか出てけえへんから、え、こんなんなんやみたいな、そのケプカ本物やとかさ、僕あの芸能人とかってもあんまテンション上がんないですけど、うんうん、ここはちょっとレベルが違う。マジでスターだらけ連れてきていただいたんですね、はい、ボスには心から感謝とですね、尊敬の念がすごいですね、はい、今回ね、僕サイン一人だけもらおうと思ってる選手がいるんですよ、はい、ジーニー・コーズマです。おお、やはりこれにいただこうかな、はい、はい、ジーズ、これやばくない？これはやばいっす、これやばいっす。いや、もう一生の宝物できた、本当に3回目っすけどね、多分動画で言うのに。まあ泣きそう、本当泣きそうや。ということでですね、はい、このスーパースターがいるきらびやかな世界からちょっと僕のホテルに行ってみましょうか。行っちゃいます。まあきらびやかな世界なんで、はい、僕のホテルもぜひ皆さんにお見せしたいなということで、ちょっと今からタクシー乗って、はい、ホテルの戻りましょう。戻りましょう。はい。ちょっとご飯もね、行きたいんで。なんか食べましょう。はい。はい。You'll have to sit at the back, back row, because there's two guys coming. はい、今ね、リブの、リブの送迎バスに乗ってるんですが、前の二人がずっと喋ってるんですよ。で、はい、これね、Google 翻訳、Google 翻訳してみようということで、ちょっと失礼します。はい、次。真面目な話してた。不公平な愚痴を繰り返してました。もしかしたらベイト、これまでの
50歳はテレビ作りは結構光景だったかもしれないと、もしかしたら俺この道じゃなくて別のキャリアを選んでたかもしれない。嘘でしょ。そんな話してた。そうでしょ。だってほら、いやマジずっとこの調子で喋ってんすね。はい。キャメロン・スミスさんと写真撮っていただきました。ありがとうございます。しかもここです。はい、ここちょっとね、リッツ・カールトンで選手が泊まってるホテルの近くのショッピングモールみたいなとこ来たんですけど、はい、普通に僕あの写真趣味で普通に撮ってたら、はい、なんかめっちゃかっこいい人写ってたんですよ。んって見たらキャメロン・スミスさん。マジたまたまでしたね。マジたまたま。いや、めっちゃ悪いことしたなと思って、うん、パパラッチみたいな写真撮れました。パパラッチみたいな写真撮れました。ただむちゃくちゃやっぱオーラ出てるね、うん、かっこいいっていうことで、はい、トイレ行ってきます。トイレ行きましょう。今週のリブツアーの部屋をちょっと紹介しようかなと思っております。お願いします。ちなみに何階ですか？115階です。ちょ待って、ちょ待って、すごいよ。ちょ待って、景色ちょ待って、ちょ待って、困って、この景色マジ。何この。ちなみにエビや。300万。ええー。カプションか。